関わる神経基盤についていくつか取り上げていきます言葉を話すという行為にはさまざまな音を発声してそれを組み合わせ互いに共有の記号として理解し合うというデリケートな仕組みが必要です肺から出される空気で声帯を震わせて音を作るところまでは多くの動物が使っていますしかし人は音を外に出す際に口腔の広さ 舌や唇の位置や形を微妙に変化させてさまざまな意味のある音を変化させていますもちろん人以外の動物でもコミュニケーションは必須です鳥が複雑なさえずりによって求愛や縄張り主張をしていることはよく知られていますが自然界で生き子孫を残してきた動物は主観で何らかの方法で情報交換を行っていますしかし 人が使っている言語は単なるコミュニケーションのレベルではありません。言語には語彙、文字、発話、所持、独自、文法、言語理解などの多くの側面があり、視覚、聴覚、運動能力及び膨大な記憶能力など多様な脳機能が統合されて成立します。言語能力は人が持つ工事機能の中でも特に工事というべき能力です。 今回は、失語症音声認識、語彙アクセスについいてて扱っていきます。言葉を話すのは人だけでありその機能が脳内でどのように生み出されているかを知ることは非常に困難でしたこの難問題への解決の糸口を最初に開いたのがフランスの神経学者ポール・ブローカーです 彼は、タン、といいう音声しししか発生できない患者に遭遇しました。この患者は文字として書かれた言語を理解し文字で言語を理解することはできますがそれを言葉にしようとするとタン、という音声しかできません。この患者が亡くなった後その脳を解剖し左前頭に損傷があることを見出しました。 8例の同様な発生障害患者についての研究成果を1863年に発表しています。ブローカーは右前頭用に同様な障害のある患者にはそのような音声障害は生じないことも確かめており、言語には左半球が優位であるという考えを提唱しています。ブローカー型の失語症についてはその後も多くの研究が進められており、 単としか発言できないほどひどくはないものの適当な言葉を見つけることができない名称し語や文法的に言葉を組み立てることができない質文法などの障害が特徴とされていますそれから10年後ドイツの医師カール・ウェルニッケが全く異なったタイプの言語障害患者の存在を報告しました。 その患者では聴覚やトカク界の間、左半球の前頭腰の上部表面に障害がありました。この部位はウェルニッケやと呼ばれています。この患者は個々の単語は流暢に発話し、よくしゃべるが、その内容は全く意味をなさないという不思議な症状です。ウェルニッケは自らの研究とブローカの研究成果と付き合わせて、脳における言語処理地図を作ろうとしました。 この要素には聴覚やウェルニッケやブローカやおよび発話に必要な運動が含まれており言語機能に現れるいろいろな障害はこの中のどこかの部位の障害によって生ずると考えましたこの考えをさらに発展させたのがアメリカのノーマン・ゲシュ・ビントです彼のモデルは、 ウェルニッケのモデルにブローカヤとウェルニッケヤを結びつける救助歌場及び角界を付け加えたものですウェルニッケゲシュビントモデルと呼ばれていますしかしこのモデルで示された部位の障害が必ずしも言語障害を起こすわけではありませんし障害部位と症状の発言にも不一致が見られることも多いとされています脳の機能分担にも 損傷の機能回復にもかななり大きな個人差があるためですこのように問題は多く指摘されているもののこのモデルは少なくとも言語機能にはブローカヤとウェルニッケヤが最重要であることと脳の左半球が言語機能に関わっているという点で正しいと考えてよいでしょう。 言語やの左半球優位についてもブローカーが指摘し、ウェルニッケも同様に左半球の優位性を認めています。しかし、左優位性がどの程度普遍的であるのかは少数例の病理的な所見からは言及できませんでした。 その後和田順によって一足の内頸動脈からアミタールなどの長時間型の麻酔薬を流したすぐ後に言語能力の変化を調べる和田テストが開発されましたこの方法は正常な脳機能を持つボランティアで研究できるので十分な例数で言語優位脳を調べることができました その結果、右利きの人の96%と左利きの人の70%が左半球優位であることが確認されました。90%の人が右利きであることから考えると、全体としては93%が左半球優位ということになるので、言語やは左半球優位という結論は正しかったということになります。 ペンフィールドは脳の電気刺激の研究を数多く行いました。彼は転換の手術中に患者の大脳を刺激して、反応を観察することで脳の機能的な分布を調べました。手術中に大事な部分を切ってしまい、発話や言語理解ができなくなると大変ですので、 患者が目を覚ましたまま話ができるように麻酔をかけて電気刺激で場所を確認しながら手術を行いました。ペンフィールドは体勢感覚や運動やの対応関係をまとめています。刺激によって電気刺激で曲名はわからない音楽を思い出したり焦げたパンの匂いが再現されたりしたそうです。 これらの実験をしているうちに、ペンフィールドはある部位への刺激が発話に影響することに気がつきました。主に、発声の停止、発話の停止、失語症に似た発話困難の3つの効果に分けました。口及び唇を制御する部位の運動やを刺激すると、すぐに発話が停止しました。 このような反応は、刺激によって活性化した筋肉が口の片方を引っ張ったり、歯を食いしばらせることからも理にかなっています。運動屋の刺激によって、泣き叫んだり、反復的な発声が引き起こされました。ペンフィールドは、電気刺激が発話に干渉する他の3つの皮質領域を左半球に見つけました。1つはブローカヤに相当すると思われる領域です。 人が話している最中にこの部位を刺激されると、強い刺激では発話は完全に停止し、弱い刺激では口ごも,もりようになります。患者の中には、脳の刺激の前後には言えるものの名前が、刺激中には言えなくなる人もいました。また、文法的に正しい言葉遣いができなくなったり、名称失語が見られました。 他の2つの部位を電気刺激された数人の患者は、言葉の混乱と発話の停止が同様に起こりました。外側口付近の後ろ登頂用と側頭用でした。これらの部位は、急上側とウェルニッケヤの付近でした。ペンフィールドのこの手法は、覚醒化手術というそうで、大事な機能を保存するために事前に調べる術式だそうです。 現在も行われています。言語やを含め、脳の位置には個人差があります。言語は現代社会でとても重要な機能ですので、脳手術前には覚醒化手術が行われます。